久保さん。カルダのエーダー上場ですか ?7000 億。久保さんもだいぶあれなんじゃないですか <laughs> 人生上がりじゃないですか,か久保さん。まあ、久保さんどれだけ買ってるのかわかんないですけどね。いや、僕はちょっとまだ頑張りますよ。あの、チキンやろうなんて <laughs>。僕はあの仮想通貨は、あの、一個も買ってないし、これからも買う予定もないですし、やろうと思わないし。 あの、多分やんないですね。チキン野郎なんで。ど、やっぱね、度胸ないんで。<laughs> やっぱね、怖いですよね。まあ、いい話はいいんでね。悪い話もありますからね。に。だからその、まあ、情報っていうのは、いい情報がやっぱ表に出やすいので、悪い情報っていうのは言いづらいし。なので、あのー、僕はもう情報発信。 0円でできることをもう徹底的にやります。だから、チキンな人はやんない方がいいと思いますね。まあ、チキンというか、まあ、攻めながら守れる。守りながら攻めたい人は。うんだって0円でできるんだからいくらでも。2万本、3万本、10万本、100万本取っても0円ですから、あの、守りながら攻められるっていうね。もう究極だと思います。ね。まあ、久保さんのね、昔、ね、事件ありましたけどね。 例のやつ事件ですよ例のやつの事件にしましょうか <laughs>。ね。<laughs> 久保哲郎のせいだみたいなね。そのね、余剰資金でやれって言ってもね、余剰資金でやらないっていうね。<laughs> お疲れ様です。だからね、やっぱね、あれが怖いですよね。まあ、久保さんも結構まあ、まあ、やりすぎもよくないなっていうのはあったと思うんですけどね。余剰資金でいくらやっても、やれって言っても守らない人がいるし。 で、なんか、それで溶かしたら文句言われるし、みたいなね。<laughs> 僕はすいません、チキンなんで。あのー、ま、あんまり。まあ、仮想通貨に関してはやんないですね、多分ね。まあ、やっても、ペイペイすか。まあ、税金、自動車税払えるんで、ペイペイだと。うん。まあ、でもね、仮想通貨で利益ね、7000億確定したら、 ま、そんな関係ないと思うんですけど、何も関係なくなりましたね。税金、ね、半分持ってかれたとしても、7000億で半分持ってかれてもね、なんだ。まあ、2000億、いらねえだろ、みたいな。2000億使い、3000億とか、どう使うみたいなね。<laughs> 何やるよ、みたいな話で。もう、ちょっとすいませんね。だって、マイザ社長が1000億でしょ ?3000 億クラス持ってたら、何しますかね金配るしかなくないですか、もう。 <laughs> 3000億の通帳を見てもみたいですね。3000億。前沢社長の3倍です。みたいな。<laughs> 3000億の通帳みたいなね。そう。もう結構 YouTube バズるんじゃないですか。前沢社長を超えた。みたいな。1000億の通帳じゃなくて3000億の通帳みたいな。い <laughs> ってらっしゃい。